はい、ゾウの部屋です。今回は、UFC ファイトナイト182サントス VS テイシェイラ4連敗でもリリースされない理由、アゴヒゲモジャオ最強説、おじさんは強いんだについてです。まず、1人目なんですけども、4連敗崖っぷちのダレン・エルキンス選手についてです。今回が本当に4連敗してまして、リリースされるかされないかの瀬戸際だと思います。本当に強い選手で、ヒロキ戦などが思い出されます。試合としては、1ラウンドからも積極的にテイクダウンを狙いに行くも、なかなかこうスクランブルでかわされまして、相手のガラゴリ選手の打撃を、コツコツもらうような展開でした。その展開が進んできまして、どん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 エルキンス選手の顔がボコボコになってきました。で、3ラウンドになればガラゴリ選手は綺麗な顔のままなんですが、エルキンス選手はもうダメージが蓄積されていって、ちょっとこのままでは KO されるんじゃないかとなった刹那、スクランブルからバックを取りまして、バックチョークでですね、大逆転勝ちをしました。で、勝者と敗者がすごい対照的だったんですが、敗者のガラゴリ選手はもう顔は綺麗なままで、エルキンス選手は本当にもう血だらけボコボコの顔でした。で、勝利者インタビューの時なんですけども、ボコボコの顔に、胸に入れ墨でザ・ダメージって書いてたんですけども、もうその名が表すままにもうダメージを受けながらも食らいついて食らいついてボコボコされながらも戦いを諦めずに最後は大逆転で勝つ、このファイトスタイル本当に最高でした。それはもうダナー・ホワイトもリリースしないわけがよくわかります。やはりこの粘り強さ、戦う姿勢、これが本当に格闘家としてのですね、魅力だと思います。あまりこういった格闘家は日本人には少ないので、より魅力が際立ちました。次にですね、41歳のレジェンドのアルロフスキー選手です。ヘビー級の選手ですね。今回変わってたのが、顎ひげをかなり伸ばしてました。これはもしかしたら顎ひげもじゃを最強説に乗っかっているかもしれません。ですが、まさかの対戦相手も顎ひげもじゃをでした。試合展開で言いますと、1ラウンドから3ラウンドの間、距離への取り合いでですね、拮抗した戦いで両者ともあまり手を出さず、相手は若干ローキックが多かった感じですかね。で、アルロフスキー選手はカウンターで大きな合わすみたいな展開でした。で、結果も29対28の僅差の判定でアルロフスキー選手がアップセット勝ちをしました。やはりこのアゴヒゲモジャオ最強説なんでしょう。ヌルマゴメドフですとか、チマエフですとか、あとジョルジオ・ペトロシアンもアゴヒゲ伸ばしますもんね。もしかしたらこのパンチが滑るかもしれないですよね、ヒゲで緩衝材になってですね、そのうちみんなアゴヒゲを伸ばし出すかもしれません。そうなると、毛の薄い日本人はもっと不利になりますよね。はい、では最後、メインイベントのライトヘビー級で4連勝しているテイシェイラ選手とチアゴ・サントス選手の戦いです。テイシェイラ選手はブラジリアン柔術のバックボーンがあり、アブダビで世界一を取った41歳です。チアゴ・サントス選手は、ジョン・ジョーンズ、パウンド・フォー・パウンドのジョン・ジョーンズをもう本当最後の一歩まで追い詰めたすごい強い選手です。ただジョン・ジョーンズ戦でちょっと怪我を足を怪我してしまい、
今回が1年4ヶ月ぶりぐらいですかね、の戦いとなります。ちょっと試合感に難がありますと。で、試合展開でいうと1ラウンド最初チアオサントス選手の鋭い打撃でテイシラ選手が結構追い詰められまして、このままじゃやばいかなと思ったところ、またスクランブルでテイクダウン取り返して、で、まあ、トップを取ってからはテイシラ選手がずっと支配してました。まあ、2ラウンドも同じような展開で、2ラウンド終了間際テイシラ選手がまたバックチョークを取って、もうこれ決まるんじゃないかと思ったところ、ゴングに救われました。で、3ラウンドこちらがですね、テイシラ選手どうしても昔からちょっと打て荒れ弱いところがありまして、あと今回も左フックでしたかね、打たれて腰が落ちて、そのまま上を取られてパウンド連打受けたんですが、また今度、まあ、スクラムで上を取り返して、でそのままバックチョークで決めて、一本勝ちを決めました。アップセットを、実現しました。でですね、これで4連勝ですし、チアゴ・サントス選手はランキング1位ですから、相当タイトルマッチが近づいたんではないでしょうか。で、イデサニア選手、ミドル級の選手が、まあ、ライトヘビーの、王座にこう挑戦するような話も出てますが、このままいけばですね、近い将来、テイシェラ選手が、そうです、タイトルマッチをできる可能性が高いと思います。でですね、ここでテイシェラ選手がまた顎ひげを伸ばせば、41歳のですねチャンピオンが生まれるかもしれません。41歳といえばバカボンのパパと同い年です。世界最高峰の UFC ライトヘビー級チャンピオンがですね、バカボンのパパと同い年で実現するかもしれません。で、チャンピオンになった暁にはこれでいいのだと言ってもらいましょう。噛みましたが以上となります。今後のラインナップはこちらです。それではさよなら、さよなら、さよなら。